ああ、お父さん。うん。とりあえず報告しとくね。赤ちゃんできた。え？だってお前たち。よーい、スタート。今回は仕切り直しということで、団長の思いです。やるんなら一気にやりきっちゃうとダメだって。ちゃんと事務所通していただけたらうちもお力になれたんだよ。お金都合しようか。それか帰ってこない。え、この人のことね。お父さんとお母さんに言ってないことあんだよ。私たちもう別れてる。乾杯。この静かな砂漠には小さな小さな